よいしょ。はい、どうも、ムスでーす。ですね、ちょっとね、今日はちょっと小高い丘からスタートします。もうすっかり春ですね。今日はね、4月のいつだ、19日、おけんけんさんのライダーズカフェボビーのオープン日ですね。ちょっと今日夕方から用事あったので、ちょっと私行けなかったんですけれども、おけんけんさんオープンおめでとうございます。いやー、もうよかったですね。すごいですよね、カフェをオープンさせてしまうんですからね。すげえや、マジで本当に素晴らしい。今日はですね、私の名前の由来ですね。由来、ムースチャンネルの、まあムースっていう名前でやらせてもらってるんですけれども、ですね、そのムース、よく間違えられるのが、甘いの好きなのとか、ケーキの何かとかってよく言われるんですけれども、まあそういうわけではないんですよね。まあもちろん、あの、甘いものも好きなんですけれども、まあそこから来てるわけではないんですよ。これはですね、ムースっていうのは日本名でヘラジカっていう意味ですね。ヘラジカですね。で、これを英語に直すとムース、M-O-O-S-E、ムース。で、確かね、ヨーロッパの方に行くと、これがエルクになるんですよね。エルク。それで、ちょっとね、携帯見ないとわかんない。そうですね、ヘラジカ。ヘラジカはですね、ウィキペディアによると、アメリカ合衆国北部、エストニア、カナダ、スウェーデン、ノルウェー。まあ寒いところにいるんですよね、結構、ね。で、体長がですね、2メーター40から3メーター10。で、体高、高さですね。体高、高さが、1メーター40から2メーター30。で、体重は200キロから800キロ。で、鹿の中でも最大限大きい、一番大きい鹿の種類ですね。そうなんですね。足が異常に長いんですよ。で、これね、足が長いのには理由があって、そのね、雪の中をこう、かいて進むように、こう足が長く進化したって言われてますね。そうです。でね、よくね、海外では、そのヘラジカと動物が、間違った。ヘラジカと自動車がよく、ぶつかる事故がよく起きてるんですけれども、ヘラジカはね、車に轢かれても平気なんですよ。それくらい強い動物で、自動車の方がもう逆にもうぺちゃんこになってしまう。なんかね、すごいですよね、それって。自動車の方が負けてしまうんですよね。でも、ぶつかった瞬間にこうガラスにドーンと、もう、まあ200キロから800キロ、まあ真ん中取って500キロぐらいにしますか、500キロの巨体がドーンと来るわけですから、まあガラスもね、全部ぺちゃんこになって、動画はね、結構見た時ありますね。で、それで、あのね、まあぶつかっても鹿の方が強いっていうね、まあ、まか不思議な感じなんですけれども、まあそれくらいね、大きくてね、強い動物なんですよね。ノルウェーでは森の王様と呼ばれているらしいです。
なぜこの名前にしたかっていうと、まあ、まずバイクに乗ってる人で、YouTube か YouTube でこの名前を使ってる人がまずいなかったのがまず一つ目ですね、うん、誰とも被らなかった、うん、まあ、最初英語表記の名前 MOOSE ライダームースライダーでやってたんですけれども、まあ、ちょっと検索しにくいとかね、英語打つのめんどくさいっていう声があったので、この今年の1月か1月にムースチャンネルのムースに名前を変更しました。ムースはそのまま残してね、ムースチャンネルにしましたね。それでまず名前が被らないのが一つ目と、あと二つ目はですね、まあそのやっぱりその大きくて強いっていうね、まあそれがこう普通にこうパッと見てかっこいいなと思ったので、まあその名前をつけましたね。うん、やっぱりね、こう高さがあってね、すごく結構怖いんですよ。うん、まあ強さの象徴みたいな感じに俺は思ってて、ムスっていう名前をね選びましたね。で、まあ最近絡んでる人からはムッちゃんとかムスちゃんとかムスくんとかムスとかって呼ばれるのを結構慣れてきてですね、やっぱり愛着が湧いてて、やっぱこの名前自分でも気に入ってるんですよね。あの4月になったら名前、この春先ですか、春先になったら名前変えようかなとも思ってたんですけれども、まあやっぱりね、やっぱずーっとこう名前呼ばれてたので、この名前でムースちゃんとかムースくんとか、やっぱりねこの名前で行きたいなって思いますので、チャンネル名はそのままにして、まあ変えるって一回言ったんですけども、去年のね冬、今年の冬か正月あたりにね変えるって言ったんですけども、まずとりあえずムースチャンネルのムースで貫き通すことを決めましたので、まあね、皆さんね動画をご覧になってる、よろしくお願いします。名前はねしばらくムースでいきます。うん、まあ、まとめると、まあ、ムースは鹿です。鹿、エゾ鹿じゃなくてヘラジカですね。ヘラジカ、うん、すごく足の長い大きな鹿ですね、決して甘い方のムースではありませんよ。強さと大きさの象徴からその名前を取ってます。はい、というわけで今日は名前の由来ですね。意外とね喋ってなかったので、今日は名前の由来について喋りました。これからもどんどん動画更新していくんで、よろしくお願いします。あと皆さん気軽にコメント待ってます。あとおけんけんさん、カフェオープンおめでとうございます。今度行きます。よし、こんなところですかね。じゃあ今日はそんなんで、あとチャンネル登録してない人、チャンネル登録もよろしくお願いします。やっと200人まで来たな。目指せ、まずとりあえず1000人。うん、師匠の2000、3000とかね、そこまでよね、ほど遠いな、うん、全然いかない、無理。うん、頑張ります。よし、ではよろしくお願いします。はい、じゃあねー、でんでんでーん、バイバーイ。